はい、アドミンコミュニティエヴァンジェリストの1位です、このチャンネルはプレミアプロの様々な情報を共有していくチャンネルです、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします、今回ですね、Facebook の方で、プレミアプロのユーザーグループがあるんですけど、そこで敏腕編集マン、佐川マンがですね、有益な情報を投稿してくれました。プラグインの情報で、ウォッチタワーというプラグインなんですけど、これがですね、なかなかすごそうで、佐川マン曰く控えめに言って神プラグイン、すごい評価のプラグインなわけですが、ファイルのインポート、読み込みですね、に関するプラグインなんですね。普通プレミアでファイルを読み込むときは、まあ、テロップとかですね、読み込むときは一つずつ読み込んだり、まあ、複数選択して読み込んだりするんですけど、若干まあちょっとややこしいところというか、めんどくさいこともあったりしたんですね。それが、このプラグインを使うと、ファインダー上、つまりパソコン上ですね。パソコン上で、フォルダー管理をして、フォルダーの中に、例えばテロップとか、フォトショップファイルとか、入れとくと、それをボタン一つで、プレミア上のプロジェクトパネルの中のフォルダーに自動的にシンクロしてくれるという機能をつけてると。これだけ聞くと、なんか、あ、そうなんだっていう感じで、なんかスルーしてしまいそうな感じはするんですけど、これまさに編集スタジオの編集マンさんにしてみると、すごい待ちに待った機能で、激震が走るぐらいの、インパクトがある機能なので、ぜひご紹介したいと思います。プレミアノート。はい、それじゃあやってみましょう。まずですね、ウォッチタワーを起動するには、こうかな。Windows のエクステンションですね。Windows のエクステンションのウォッチタワー。ここから起動します。これで、ウォッチタワー用専用のパネルが出てくるということですね。で、これで、環境設定がこれですかね。はい、出てきましたね。セッティング。こんな感じですね。なるほど。オートマティカリーシンクエブリ。15分ごとに同期するということですね。自動的に。これはもう1分ごとになってみますかね。で、ソフトですね。アフターエフェクトでも使えます。プレミアプロ。プレミアプロのプロジェクトで使ってみると、今回言ってみますね。で、ショーインポートオプション。このあたりはちょっと後で説明しようかなと思うので、パスして、もう OK をしてしまいましょうかね。これでできたのかな？あ、これで、今度こっちですね。フォルダーマーク。このフォルダーマークで、フォルダーの設定ができると。セレクトフォルダース。全部いろんなのがあれですけど。まあ、ファインダー上で、パソコン上で、シンクロしたいもののフォルダーを指定すると。今回まあテスト A、テスト B と。この2つのフォルダーをシンクロしてみたいと思います。OK を押すと、お、早い。早い。ここですね。プロジェクトパネルに A と B というフォルダーが来て、おお、なんか、すでにもう PSD、Photoshop ファイルが入ってます。ファインダー上のフォルダーにあるもの、今 A と B を読み込みました。設定しましたが、自動的に読み込まれているということですね。はい。で、このパネルにあるシンクロボタン。これを押せば押した段階でシンクロされるということになってますね。でさっき自動の設定もしたんで1分ごとにもシンクロされるようになってると思います。で、例えばここからなんですけど、テスト A の中に、ファインダー上のテスト A の中に、テスト03という新しいテロップができました。そうすると、こっち今変更ないですね。変更ないときに、このシンクロボタンを押すと、じゃじゃん、じゃじゃん。素晴らしい。自動的に読み込まれました。これね、何が便利なのかってピンとこない人もいると思うんですけど、例えば、編集マン、ポストプロダクションで編集マンとテロッパーさんが別々に作業してたとして、テロッパーさんがたくさんテロップ作って、編集してる間にテロップ作って放り込みましたよと。フォルダに放り込みましたよと。というときに、編集マンはこのシンクロボタンを押すだけで、自動的にテロップをバッと読み込まれる。で、これさらにですね、何がいいのかというと、普段ですね、複数のテロップを一気に読み込むと、どういうことが起こるか。複数の Photoshop ファイルですね、を読み込むと、こうなるんですよ。はい、これです。普通に読み込んだ場合、レイヤーファイルの読み込み。つまり PSD ファイルなんで、複数のレイヤーが中に含まれてたりします。なんでそのレイヤーの処理をどうしますかっていうのを聞いてくるんですね。ただまあ統合でいいよねっていう時に、一回 OK を押すと、今度、次のファイルが、これですね。で、ファイルの枚数ごとこの OK を押さないといけないです。これがなかなかややこしくて、佐川マンもこれゴリップで、なんとかならないかと。
いう話をずっとしてるんですけど、なかなかなんとかならないので、毎回この OK ボタンを押してるわけです。編集マンさんは。なんですけど、今、ウォッチタワーでシンクロボタンを押したときには、今の、レイヤーの OK ボタン出てこなかったですよね。というのも、さっきの環境設定の、これですね、ショーインポートオプション。これをオンにしてるときは、OK かどうか聞いてきます。これオフにすれば、OK かどうか聞いてこないんですね。素晴らしい。一個手間が省けました。さらにですね、もう一つ。この、ショーノティフィケーションかな。これをオンにすると何が起こるかっていうと、トーンが出てきた。これですね。この青いインフォメーション。シンクロボタンを押すために出てくるんですよね。これ。これを消すためのボタンが、まあ、ここっていうことですね。ショーノティフィケーションズ。オフにすると、で、OK を押すと、シンクロボタンを押しても出てこない。これどうも、さっきの、ここのドア玉の1分ごとのオートをオンにしてると、こっちのオートシンクの時にはあのマーク、サインが出てくるんですよね。なんで、まあ、やっぱり、もうこのオート自体を切っちゃって、自分でシンクロボタンを押すのがいいのかなと思ったりします。佐川もそうした方がいいと言ってました。まあ、好みだと思いますが、あとは、これか。こちらの項目ですね。ボタンレイアウト、縦、これですね。このレイアウトを縦か横がどっちがいいかってことですね。どっちでもいいんですけど、まあ、この配置によりますね。縦にして、例えば、こんなとこに置いて、配置しちゃうとか。もしくは、縦を解除して、横の配置で、プロジェクトパネルの上かな。こんなにいらないですね。こんな感じで配置して、シングルボタンを押すとか。まあ、レイアウトのやり方によって変えてもいいのかなと。好みだとは思います。これこそね。みたいな感じですね。すごい。これはすごい。そうですね。あと気づいたことで言うと、ファインダー上で整理したものがこちらに反映されていましたが、例えば、テスト A のフォルダに入っているテロップを外してテスト C、同期されていないフォルダに移動したとします。この場合、プロジェクトパネルの中の話になりますけど、テスト A のフォルダに入ったものは、テスト A に入ったままなんですよね。ファインダー上での動きとはちょっと違うということになります。まあね、これファインダー側でフォルダ移動しちゃって、テロップの位置変えちゃって、こっちにも反映されてると、フォルダーから外れたテロップまで、プロジェクトパネルから消えちゃうと、使ってるテロップ自体も消えちゃうんで、その事故を防ぐためだとは思うんですけど、そこだけまあちょっと気をつけたいところではありますね。いやーでもこれすごい。まさに、機械見に行っても、神プラグインですね。素晴らしい。プレミアノート。はい、いかがでしたかね。神プラグイン、ウォッチタワー。概要欄にね、リンクを貼っておきますんで、リンクから飛んでいただければ、どなたでも購入いただけるプラグインになってます。2000円ですね。安い。安いです。で、このプラグインを紹介していただいた、佐川マンですね。今週末にですね、イベントを行うそうで、以前もちょっとね、ご紹介したんですけど、こちらですね、プレミアプロのライブ編集特別セミナー、インサガーマンスタジオ、12月14日ですね、今週末土曜日ですね、ぜひぜひご参加いただけたらなと。4時間みっちり時間があるんで、いろんなお話が聞けるかなと思っています。まあ、ライブ編集って、書いてますけど、サガーマン自体いろんな番組を編集をされてる方なので、編集のメソッドをたくさん聞けるかなと思っております。定員制なので、定員がいっぱいになっちゃうとちょっと入れないんですけど、今ならまだ間に合うそうなので、いろいろとお話が聞けるんじゃないかなと。サガーマンと、あとマスクマンですね。マスクマンね。アズビマックスジャパンでも登壇されたマスクマンですね。この時なぜかマスク被ってないですけど、まあ、中の人、こんな感じの人なんですね。はい。この方と、まあ、佐川さんと、二人で、この4時間のセミナーを行ってくれるそうなので、ぜひ、期待大、参加いただけたらなと思っております。概要欄にね、リンクも貼り付けておくんで、ぜひそちらをご覧いただけたらなと思います。で、このチャンネルでは、プレミアプロの、バグ質問ですね、募集しております。ぜひコメント欄に、書き込んでいただけたらなと思っております。今回の動画、良かったなと思う人は、高評価の方もよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。